アゼルバイジャン人もしくはアゼリー人は、アゼルバイジャン共和国とイラン北西部を中心として、その周辺地域であるグルジアやアルメニア、イラク北部、トルコ、ロシア連邦内のダゲスタン共和国などに居住している、トルク系民族である。トルクメン人やトルコ人と親近関係にある民族であり、アゼルバイジャントルコ人と呼ばれることもある。 なお、イラン国内の人口に占めるアゼルバイジャン人の割合は25%を占め、アゼルバイジャン共和国内のアゼルバイジャン人人口をはるかに上回る。人種は元来はモンゴロイドであったが、イランやイラク、アルメニアなどに居住する大半は、歴史的な経緯からコーカソイドとの根血を重ねて、現在ではトルコ人同様にコーカソイドに分類されている。アゼルバイジャン人の分布。 アゼルバイジャン共和国からイラン北西部にかけて広範囲に居住していることがわかる11世紀以降、中央アジアから移住してきた外来のトゥルク、系民族と土着のペルシャ人、クルド人、アルメニア人、カフカス系諸民族やロシア人などと根結したことによって形成され、さらに14世紀から15世紀にかけて、モンゴル帝国及びティムール朝支配のもと言語的、 文化的にテュルク化の影響を多く受けて形成された民族集団である。クルド人と同様に中東地域において複数の地域にまたがり居住しており、特にイラン国内ではアゼルバイジャン人がペルシャ人に次ぐ多数派を形成していることから、これまでにこれらの地域に居住するアゼルバイジャン人主導の統一国家を樹立する試みが幾度となく行われてきた。 しかしながら、現在のところイラン国内における、アゼルバイジャン人の独立運動は沈静化し、アゼルバイジャン人の主導する国家は、唯一アゼルバイジャン共和国のみとなっている。なお、アゼルバイジャン共和国では、ナゴルノカラバフの領有形をめぐり、隣国アルメニアと激しく対立している。アゼルバイジャン語は、トルクメン語やトルコ語に極めて近く、トゥルク諸語の南西語群に属する。 トルクメン語とトルコ語とは同一言語の編集とみなされることも多く、互いの意思疎通は容易である。アゼルバイジャン語の表記方法については、アゼルバイジャン共和国ではもっぱらラテン文字表記が使用されているが、イラン国内のアゼルバイジャン人はアラビア文字を使用していることや、アゼルバイジャン共和国では長らく旧ソビエト連邦の一共和国としてロシア語の影響を受けてきた結果、両者の間には、 若干の災が発生している。アゼルバイジャン人の多くは、イスラム教シーア派を信仰するが、これは16世紀に、現在のイラン及び、アゼルバイジャンを中心とした地域を支配した、サファビー朝の影響によるもので、ペルシア人において12イマーム派が多数であるのと、同様の歴史的経緯による。アゼルバイジャン共和国では、トルコと同様に長らく世俗主義が推し進められた結果、 世俗化が国民生活レベルまで浸透しており、毎日の祈りやラマダンをはじめとしたイスラム教の戒律は比較的緩やかで、飲酒や女性の服装も自由な傾向にある。アゼルバイジャン人の Y 染色体は、ある調査では、ハプログループ J が31%、ハプログループ G が18%、ハプログループ R1 ビットが11%などとなっており、 言語系統が異なる隣接する諸民族と大差ない。世界的に著名な作曲家を多く輩出してきた。また、格闘技をはじめとするスポーツも盛んである。イランにおいては、政府用人にアゼルバイジャイ系のものが少なくない。ありがとうございます。